夏の海を荷造り用の平テープで作ってみました。まず A4 のコピー紙に入道雲を描きます。形が描けたら影をつけていきます。雲の下では雨が降っているので、下の方は特に濃く影をつけます。雲が描けたら周りを切っていきます。違う形の雲も作りましょう。右端の雲と左端に来る雲も作っておきます。青い台紙を用意します。ここではプラダを使っています。下の方が海になりますので、白い画用紙を貼りました。プラダなのでセロテープを輪にして貼っています。上の方に先ほど描いた入道雲を置いていきます。位置が決まったらセロテープを輪にして貼っていきます。台紙に画用紙を使う場合は糊をつけて貼りましょう。海になる部分に縦に両面テープを貼っていきます。空に近い部分から両面テープを剥がしていきます。こちら側から荷造り用の平テープを貼っていきます。テープを置いたら少しずつ引っ張りすぎないように端まで行ったら切ります。テープとテープの間を少し重ねると青い色の濃淡ができます。下まで貼れば海の完成です。荷造りテープが光を反射して、夏の海の輝きのように見えます。